ケントです。10年以上、いや、多分20年以上も放置してる、コンロ周りの汚れ防止シートですが、シートを張り替えようと思います。さあ、行くぞ。最初は簡単に剥がれましたが、結局長時間の作業になりましたので、8倍速にしています。重曹スプーン1杯をコップ1杯の水で溶かして、油汚れの拭き取りに使いました。やっと綺麗になりました。用意した汚れ防止シートですが、うまく貼れる自信もないし、剥がす時に大変なので、今回は貼らないで様子を見ます。
最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録をお願いします。